2016年リオデジャネイロオリンピックの卓球競技は2016年8月6日から8月17日までの日程でリオセントロパビリオン3で実施された国際卓球連盟管轄前回大会同様男女シングルス男女団体の4種目で実施シングルスは男女各70名団体戦は16カ国で争われるまた開催国のブラジルは シングルス男女1名ずつと男女団体戦の出場が保証される。シングルスの出場枠は大陸予選40とオリンピックランキング22、開催国枠、招待枠各1。なお、開催国枠は不使用となったため、ランキングからの選出により補充された。また、団体戦選手枠の一部も不使用となったため、シングルスに振り返られ、シングルス出場選手は、 男女各70名となった。なお、男女それぞれ1カ国最大2名までの出場となる。団体戦は開催国及び各大陸の代表を含むオリンピックランキング上位国が出場する。団体戦には1チーム3名の選手が出場するため、各国は団体戦のみに出場する選手を追加で派遣することができる。大会の公式試合玉はくれない早期。 公式卓球台は 3A のインフィニティという新モデル。天板にはレイユーブルーと名付けた東日本大震災からの復興を願った色を用いた。岩手県宮古市産などの文化材を利用した脚部は天道木工が担当した。男子監督は倉島洋介、女子監督は村上康島男子代表は水谷淳、庭光希、吉村寂春女子代表は 石川佳純、福原愛、伊藤美誠ザーブ選手は、男子、大島正樹、女子、平野美宇男子シングルス女子シングルス男子、団体女子団体。ありがとうございます。